この右は何があるんだ？むしろ右何もなくない？めちゃめちゃ進めるじゃん。箱がある。これ大丈夫かな、触って。アップダウンって書いてある。まあ一旦進めるだけ進みましょうか。ほっ、どうなってるんだ。まあ一旦本当に進むしかないので、この虫がついてる間は逆らおうにも逆サイドはいけませんからね。お、なんかこれ飛ばされるやつってない？あのボタンは踏んじゃいけないボタンだったみたいですね。まあボタンはとりあえずあったら踏んでみたくなるものなので、ちょっと踏んじゃいましたが、よっと。じゃあ今回は避けていきましょう。ただこのボタン押さないと上から降ってこないよね。そうだよね。逆に押さないといけないのか。なるほどね。押さないといけないボタンで飛び越えてはいけない箱だったわけだ。じゃああれが。これ押した瞬間に逆らおう。ゆっくり進んで、この箱に身代わりになってもらおう。あ、わかった。わかった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 。わかったよ。なるほどね。まあ、ゆっくり行くのは合ってたんですけど、あれですね。ギア操作が来るときに、ギア操作と補強の技だっけ？箱の上に乗って、このギアをジャンプして避けます。こう！あ。もうちょっと早い方がいいかな。ほっ！よし、来たー。これないよなー。食べて！よし。これ右ってなんかあんのかな？あ、右ダメなんだ。ということはですよ。再度これを越えなければならない。よっ！お尻が。よっ！よし。タイミング結構シビアだな、これ。もう一回押せば止まったりしない？あ、止まらないね。じゃあ今来た道を戻っていきましょうか。なんか道中なんかあったっけ？あれ？ちょっと待って。あー、なるほどね。はい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 。よっ！あぶねえ。あ、違う。これ持ち手がある。多分これ引っ張ると、やべ。よし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 。そうだよね。僕もそうだと思ったよーん。まあ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 。方向性は合ってる、方向性は。あ、こっからなんだ。きちいな。よっ！よし。引っ張ります。乗ります。走ってぴょーん！よし。右に行くときにちょっと取っ手があったのが気になってたんだよな、あそこは。よいしょ。上に上がっていきましょう。さあ、やっとこのエリアに戻ってきた。ここにも取っ手あるんだよな。あ、押せるんだ、これ。へえ。え、なんであれなんだろう？取っ手ついてるんだろう？逆に。まあ、一旦上に乗せてもらいましょうか。
どこまで行くんだろう。本当ってなんかありそうだよね。え？それなんかあんの？一旦先に進もうか。これ何？あ、何もなかった。あ、なんか、ぶら下がってきたよ。なんか、降りてきたね。え、なんか、全然予想つかないんだが。これ何？あ、上に上がっちゃう。どういうことだって。あ、わかった？わかってはいないんだけど、こうかなっていう案は一つありますね。これで引っ張ったらどうなるべ？結構右まで持っていけるんじゃない？ただこれをやるメリットってこのガッタンをなくせるっていうところぐらいしかないよな。なんだろう。なんかその先のギミックな気がするけど。ちょっと一旦下げようか。箱とかなかったっけ？あ、あるじゃん。この箱使ってあの紐に乗るんだろうな。で、今のギミックがあるってことは、この、なんだ、下の足場を引っ張るギミックがあるということだよ。絶対どっかで使うんだよね、これを。てかあれか、箱を引っ張り出すときにいるんかもしや。まあいいや、一旦引っ張っとこうか。あー、そっかそっかそっか。カタンってなるから箱を持ち出せなくなっちゃうんだね、これの、乗せておかないと。押すか。ここがね、カタンってなって箱が詰まっちゃうから、こうなって。なるほどね。考えられてるな。重しとして採用ということで、上に上がっていきましょう。上がった。上がったはいいがって感じになってる。これ遅かったよね、確か進み。間に合うよな、これ。オッケー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 。いいよ。よし。さあ、またボタンがありますね。二つボタンがありますよ。一旦落ち着こうか。これなんだ？一旦右のボタン押してみる？右が落ちてくる。ここは？はい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 。え、これ二個ある意味ある？おろろろろろろろ。あ、ダメか。あー、ボタン押したら絶対に回ってきそうだな。あの感じは。あ、そういうこと？はい、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 はい。あー、一個わかりましたね。まあ、左のボタンが左上の木箱。まあ、左の木箱。右のボタンが右の木箱に紐づいてるんで、まず左のボタンを押して木箱を落とします。で、その木箱を、右にスライドさせて、あの、2個目のね、右側の木箱の真下に移動させて、次、右のボタンを押します。ってやると、いい感じにできるのかな？わからんけど。てか、あれだな、時間差考えるともうちょっと早い方がいいけど。多分これ最速でいかないと無理だな。急げ！よし！来たー！理論が勝ちましたね。いいよ。考えた通りに進めてるよ。さあ、はしごが、なんか今、結構デカめの虫じゃなかった？デカめの虫は大体敵だからな。